白昼夢江戸川乱歩作あれは白昼の悪夢であったかそれとも現実の出来事であったか晩春の生暖かい風がおどろおどろとほてった頬に感じられる蒸し暑い日の午後であった用事があって通ったのか 散歩の道すがらであったのかそれさえぼんやりとして思い出せぬけれど私はあるバスへの見る限りどこまでもどこまでもまっすぐに続いている広い埃りっぽい大通りを歩いていた洗いざらした人獲物のように白ちゃけた商家が黙って軒を並べていた 三尺のショーウィンドウにほこりでだんだら染めにした小学生の運動シャツが下がっていたり碁盤のように仕切った薄っぺらな木箱の中に赤や黄や白や茶色などの砂のような種物を入れたのが店いっぱいに並んでいたり狭い薄暗いうちが天井からどこから自転車の フレームやタイヤで充満していたり、そしてそれらの殺風景な家々の間に挟まって細い格子戸の奥にすすげた御神道の下がった二階屋がそんなに両方から押し付けちゃ嫌だわという格好をしてボロンボロンとわいせつな三味線の根を漏らしていたりした「あっぷくちきりきあっ パ「あパあパおさげをほこりでお化粧した女の子たちが道の真ん中に輪を作って歌っていた「あっパッパー」という涙ぐましい旋律がかすんだ春の空へのんびりと蒸発していった男の子らは縄跳びをして遊んでいた。 長い縄の鶴が粘り強く地を叩いては空に上がった田舎島の前をはだけた一人の子がぴょいぴょいと飛んでいたその有様は高速道撮影機を使った活動写真のようにいかにも悠長に見えた時々重い荷車がゴロゴロと道路や家々を振動させて 私を追い越したふと私は行く手にあたって何かが起こっているのを知った十四五人の大人や子供が道端に不規則な繁栄を描いて立ち止まっていたそれらの人々の顔にはみんな一種の笑いが浮かんでいた喜劇を見ている人の笑いが浮かんでいた ある者は大口を開いてゲラゲラ笑っていた好奇心が私をそこへ近づかせた近づくに従って大勢の笑顔と際立った対象を示している一つの真面目腐った顔を発見したその青ざめた顔は口を尖らせて何事か熱心に弁じ立てていた ヤシの工場にしてはあまりに熱心すぎた宗教家の辻説法にしては見物の態度が不謹慎だった一体これは何事が始まっているのだ私は知らず知らず繁栄の群衆に混じって弔問者の一人となっていた演説者は青っぽいくすんだ色のセルに 黄色の角帯をきちんと締めた風彩の良い見たところ相当教養もありそうな四重男であったカツラのようにきれいに光らせた髪の下に中高なかなかのらっきょう型の青ざめた顔細い目立派な口ひげでくまどった真っ赤な唇その唇が ぶさ砲につばきを飛ばしてバクバク動いているのだ。汗をかいた高い鼻、そして着物のすそからは砂ぼこりにまみれたはだしの足がのぞいていた。俺はどんなに俺の女房を愛していたか。演説はいまや校長に達しているらしく見えた。男は無料の感慨を込めてこう言ったまましばらく 見物たちの顔から顔を見回していたがやがて呪文に答えるように続けた殺すほど愛していたのだ悲しいかなあの女は浮気者だったドッと見物の間に笑い声が起こったのでその次のいつよその男とくっつくかもしれなかった という言葉は危うく聞き漏らすところだったいやもうとっくにくっついていたかもしれないのだそこでまた前にも増した高笑いが起こった俺は心配で心配で彼はそう言って歌舞伎役者のように首を振って商売も手につかんなんかった俺は毎晩寝床の中で 女房に頼んだ。手を合わせて頼んだ。笑い声。どうか誓ってくれ。俺より他の男には心を移さないで使ってくれ。しかしあの女はどうしても俺の楽しみを聞いてはくれない。まるで商売人のような巧みな筐体で、テレンてくだで、その場その場をごまかすばかりで。 だが、それが、そのテレンテクダが、どんなに私を、引き付けたか。誰かが、ようよう、ごちそうさま、と叫んだ。そして笑い声。皆さん、男はそんな繁盛など、無視して続けた。あなた方がもし私の境遇にあったら、一体どうしますかこれが殺さないでいられましょうか あの女は耳隠しがよく似合いました。自分で上手に言うのです。兄弟の前に座っていました。言い上げたところです。きれいにお化粧した顔が私の方を振り向いて赤い唇でにっこり笑いました。男はここで一つ肩を揺り上げて見えを切った。濃い眉が両方から迫って すごい表情に変わった赤い唇が気味悪くひん曲がった俺は今だと思ったこのも好もしい姿を永久に俺のものにしてしまうのは今だと思った用意していた千枚通しをあの女のにおやかな襟足へ力任せに叩き込んだ 笑顔の消えぬうちに大きな糸切り刃が唇からのぞいたまんま死んでしまったにぎやかな広告の楽隊が通り過ぎたオーラッパが頓うな音を出した「ここはお国の何百里離れてとき満州の」 子供らが節に合わせて歌いながら、ぞろぞろとついていった。諸君、あれは俺のことを触れ回っているのだ。まがら太郎は人殺しだ。人殺しだとそう言って触れ回っているのだ。また笑い声が起こった。楽隊の太鼓の音だけが、 男の演説の伴奏ででもあるように、いつまでも、いつまでも聞こえていた。俺は女房の死骸を、五つに切り離した。いいかね胴が一つ、手が二本、足が二本。これでつまり五つだ。惜しかったけれど、仕方がない。 よく太った真っ白な足だ。あなた方はあの水の音を聞かなかったんですか男はにわかに声を低めていった。首を前に突き出し、目をキョロキョロさせながら、さも一大事を打ち明けるのだと言わぬばかりに。三七二十一日間の間、 私の家の水道はザーザーと開けっぱなしにしてあったのですよ。五つに切った女房の死体をね、人だるの中へ入れて、冷やしていたのですよ。これがね、皆さん。ここで彼の声は聞こえないくらいに低められた。秘けずなんだよ。秘けずなんだよ。死骸を腐らせない。 城をある医者の城の子が私の目の前にその著者のカビ臭い絵姿と共に浮かんできた一体全体この男は何を言わんとしているのだ何とも知れぬ恐怖が私の心臓を風船玉のように軽くした 女房のアルベナギった白い胴体や手足がかわいいローになってしまった。ハハハハハお決まりを言ってらお前それを昨日から何度おさらいするんだい誰かが武作法に怒鳴った。<laughs> おい諸君男の調子がいきなり大声に変わった <laughs> 俺がこれほど言うのが分からぬか君たちは俺の女房は 家出をした家出をしたと信じきっているだろう。ところがなあ、おい、よく聞け、あの女はこの俺が殺したんだよ。どうだ、びっくりしたか。うわっは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 。立ち切ったように、小生がやんだかと思うと、一瞬間に元の生真面目な顔が戻ってきた。男はまたささやき声で始めた。 それがもう、女は本当に私のものにな,なりきってしまったのです。ちっとも心配はいらないのです。キッスのしたいときにキッスができます。抱きしめたいときには抱きしめることもできます。私はもうこれで本望ですよ。だがね、用心しないと危ない。 私は人殺しなんだからね。いつお周りに見つかるか知れない。そこで俺はうまいことを考えてあったのだよ。隠し場所をね。巡査だろうが刑事だろうが、こいつにはお気がつくまい。ほら、君、見てごらん。その死骸はちゃんと俺の店先に飾ってあるのだよ。男の目が、 私を見た。私ははっとして後ろを振り向いた今の今まで気のつかなかったすぐ鼻の先に白いズックのひおいドラッグ受け合い薬見覚えのあるマルゴシックの書体そしてその奥のガラス張りの中の人体模型その男は何々ドラッグという 称号を持った薬屋の主人であった「ねえいるでしょうもっとよく私のかわいい女を見てやってください」何がそうさせたのか私はいつの間にかひおいの中へ入っていった私の目の前のガラス箱の中に女の顔があった彼女は糸切り場をむき出して にっっこり笑っていた忌まわしい老細工の種物の奥に真実の人間の皮膚が黒ずんで見えた作り物でない証拠には一面に産毛が生えていたすーっと心臓が喉のところへ飛び上がった私は倒れそうになる体を危うく支えて 日いから逃れ出したそして男に見つからないように注意しながら群衆のそばを離れた振り返ってみると群衆の後ろに一人の警官が立っていた彼もまた他の人たちと同じようにニコニコ笑いながら男の演説を聞いていた 何を笑っているのです。君は職務の手前それでいいのですかあの男の言ってることが分かりませんか嘘だと思うならあのひおいの中へ入ってごらんなさい。東京の町の真ん中で人間の死骸が晒し者になっているじゃありませんか?」。無神経な警官の肩を叩いてこう告げてやろうかと思った。 けれど私にはそれを実行するだけの気力がなかった私はめまいを感じながらひょろひょろと歩き出した行く手にはどこまでもどこまでも果てしのない白い大道が続いていたかげろうが立ち並ぶ電柱を 海藻のように揺すっていた。